少年場だ。戦機熟したり。いけるかな。うまくいくか。昆布倒してる相手。よし。任せて。壁ぶち破ってくるのに時間かかるとかそういうんだよね。おい、お前キヨマスじゃないのか。そこじゃねえんだよ。お前はお前の担当は違う。お前は壁をぶち破ってくれればそれでいい。ここからちょっとめんどいんだよな。返しておきたい。さあ、俺の力を示すときだ。まだこっちかい。さあ、ここから一気に押し返すのよ。狙いはこっちかい。勝ちが見えてきましたわ。よし、今日もこっち行くか。任せとこう。なんでガードしたよ、こっちは。ガードしたのによ。ムカつくな。僕は攻めないと柵を壊してから。うわぁ、なんでだ。柄に合わぬがこれも戦術だ。レベルの違いか。痛くも痒くもない。戦いは勢い、知れどけば死ぬぞ。ガードしてるのによ。どっちが銃だ。こっちはピストルだ。最高。かかれ。かかれ。見た。次々に銃弾に倒れていく。おい、誰かよ。ここじゃねえかよ。背後つけ。どうしよう、ピストル。ねえ、せっかくのポイント稼ぐのチャンスが。巻き込みすぎ。はい、集合。
思い成就させて。この身をさあ、こっからどう攻めていくかな。まっすぐ攻めていきたいよな。このままだとすぐ親分を殺してしまいそうだな。加藤だと、ああ違う、信長だと。奥にいる、しかも鉄砲があるからな。鉄砲があるんだよ、あそこに。来た、来るか、来るか。あ、こっち鉄砲撃たれちゃう。ここまで来たらもう行くしかない。うちはなんか使った。林業兵士、怪人列大臣。レベルが低いメテオか。早めに、早めに。ここ突破したい。突破するなら。手加減はしない。後ろのを狙うぞ。親分じゃ引っかかってる。バカ野郎、バカ野郎。勝ちが見えてきました。ちょっと待って、何やってる。うぶん片付けてもいいよ。信長を舐めるなよ。よし、みんなでボコれ。俺も兵法です。うわ、終わったか。加藤で一発余裕作らせようかと思ったけどな。皆の者、よくやってくれた。ベキソル、あんまり高得点は期待してない。15名。お、大丈夫だったな。ふぅ、思ったより食らったと思ったんだけどな。やっぱ負傷がいたな。オッケーオッケー。鉄砲使うかな。レベルがアンダー30組が増えたからな。これより表情を始める。上様、現在の情勢はこのように。